どうも。なぜ北条さんは秀吉さんと戦うことになったのかというのも気になるし。まあ、後付け目線だと、すぐ秀吉さんに恭順しておけば、って思っちゃうよね。あとは、上杉謙信さんや、武田信玄さんにも落とされなかった。難攻不落の小田原城を、秀吉さんはどうやって落としたの？というのも気になるところ。お得意の兵糧攻めでは。でもさすが小田原城、ただの兵糧攻めでは起きない工夫があったよ。一体それは？ということで順番に見ていこう。ふむ、良きに計らえ。まず、以前の動画で見た通り、1582年初めに、信長さんが武田氏を滅ぼした後、信長さん自身が本能寺で亡くなってしまったので、武田丘陵をめぐって、家康さんと北条さんが争うよ。天正神武の乱ね。この絵の北条さんは、宇治政さん。うむうむ。で、家康さんと北条さんは和睦。家康さんの次女の徳姫さんと、北条宇治政さんの次男、宇治直さんが結婚するよ。これで家康さんと北条さんは親戚同士に。この後、1584年には、家康さんと織田信勝さんが手を組んで、秀吉さんと戦う、小牧長久手の戦いがあるけど、この時秀吉さんがうまく、信勝さんを単独講和に導き、秀吉さん勝利の形に持っていったよ。ここの戦闘では、むしろ家康さんは勝ってたね。うむうむ。ということで、いろいろあったけど、家康さんも、秀吉さんに心中。この頃北条さんは何をしてるかというと、関東で熱心に勢力を広げてるよ。秀吉さんは何も言わないの？秀吉さんは、西日本の平定に忙しかったので、北条さんは当面放置してたらしい。なるほど。でも、1587年に九州平定が一段落すると、秀吉さんは、関東大内地方に向けて、総武事令を発令するよ。総武事令とは？大名同士の死闘を禁じる命令だよ。揉め事があったら、豊臣政権の裁定に従え、ということかな？うむうむ。この総武事令が、結局北条さんを追い詰めてしまうんだけど。ほう？秀吉さんは1587年、京都に自宅建成庁の聚楽台を完成させ、1588年に御用勢天皇をお迎えするよ。1588年、刀狩り令出した年か。で、この聚楽台行幸に、各大名が列席するよう求めるけど、北条さんはこれを拒否。ふむむ、ここで言うこと聞くと、秀吉さんに心中することになるからか。うむうむ。このことで、京都では北条氏討伐の噂まで流れたそうで、北条さんと隕石関係になった家康さんとしては、これはやばい。ということで、北条宇治政宇治直親子を説得するよ。家康さんまた苦しい立場に。豊臣家に使えないのなら、娘は離縁させる。とまで言うよ。おう。それで北条宇治政さんも、弟の宇治憲さんを秀吉さんのところに送り、ここでちょっとだけ緊張感は、家康さんも少しほっとしたね。宇治憲さんはこの時、秀吉さんに、兄の宇治政も、12月には上洛しますので、と伝えたそうだけど、それは果たされなかったよ。ダメじゃん。また家康さん胃が痛くなるじゃん。ちなみに家康さんも宇治憲さんも、幼い頃ともに今川家の人質になっていて、それで人質友達として、仲が良かったんじゃないか、という説もあり。人質友達って、父友か。でも翌年、1589年になって、さらなる問題が。ああ、家康さんの胃に穴が開いちゃう。群馬県北部、現在の沼田市に、沼田領と呼ばれる時があって、ここをめぐって、北条氏と真田氏が対立してたよ。真田さんは天正神武の乱で、徳川さんについたんじゃなかったっけ？うむうむ。でも、家康さんと北条さんは和睦して、神津家は北条氏の切り取り次第とされたので。そりゃ真田さん困るね。それで真田さんと北条さんが争っていたところ、1587年になって秀吉さんが、関東にも総武事令を発し、さっき言ったやつね。となると、勝手に戦えば、秀吉さんに逆らうことになるので、この沼田領問題は、秀吉さんの裁定を仰ぐことになるよ。そこで秀吉さんは、利根川、赤谷川より北、沼田領全体の3分の2の土地を北条氏のもの、川より南の3分の1を真田氏のもの、と決めたよ。これ、沼田城は北条氏、名古屋城は真田氏ってことね。うむうむ。これだと、真田さんは、もともと持っていた領地を、3分の2も失うことになるので、秀吉さんは、家康さんに対して、真田さんが失った土地の代わりを補填してね、と命ずるよ。家康さんに、代わりを用意しろと。まあ、家康さんは天正神武の乱で、真田さんに味方になってもらったのに。
北条氏と和睦してからはほったらかしだったから、ということかな。多分ねー。この通り、秀吉さんとしては、反抗的な北条さんに対して、最大限配慮してあげたつもりだったそうな。ふむ、天下人の器量を見せたいわけね。ところが北条さんは、いや、三分の二と言わず、全部くださいよ。強気だー。これにはさすがに秀吉さんも怒って、海鮮。うんにゃ、使者を送って、最低の内容を認めなさいと脅しただけ。ふむ。で、この時秀吉さんは、北条氏投手が上洛したら、沼田を引き渡す。と、伝えたそうで。それに対して、当時すでに、北条氏投手だった宇治直さんは、今年の12月には、父の宇治政をそちらに行かせますので。と、伝えるよ。今年って何年 ?1589 年。で、これを伝えたのが6月。秀吉さんはそれに対して、わかりました。じゃあ北条さんを信頼して、すぐに引き渡しちゃいましょう。ということで、7月には沼田城を引き渡してしまったよ。秀吉さんの人たらし作戦か。で、これにて一件落着。家康さんも一安心。かと思ったんだけど。ええ？11月になって、沼田城代だった、猪俣国則さんが、出たな汎用お侍さん。暴落によって名ぐるみ城を奪ってしまったよ。ええ。それもう、秀吉さんを挑発してるに等しいことでは。猪俣さんが独断でやったのか、それとも宇治政さんらに命令されてやったのかは謎だそうだけど。当然秀吉さんはぶち切れたね。秀吉さんは、城を乗っ取った者を成敗するまでは、北条氏を赦免しない。と、真田さんに伝えたそうな。へえ。じゃあ猪俣さんを引き渡せば、北条氏を許すということか。ところが北条さんは、関係者の引き渡しを拒否。もう完全に喧嘩売ってるじゃない。北条氏直さんは、秀吉さんの使者からの質問に対して、名ぐるみ城は真田さんが譲ってくれたんです。奪ったなんてとんでもない。と、釈明したそうな。戦って奪ったわけじゃなく、譲ってもらったんだと。だから、秀吉さんに逆らったわけじゃないんだと。そう言いたいようであるな。宇治直さんが嘘をついてるのか。それとも本当にそう思ってたのか。本当にそう思ってたとしたら、誰かが騙したということになるけど。これで得をするのは？それはもう藪の中だけど。秀吉さんは、北条氏の総武事令違反を断罪するということで。北条氏討伐を、各大名に命令するよ。俺に逆らったからだ。とは言わないのね。総武事令は、形式的には天皇の命令なので。それに違反した北条氏を、朝敵に指定できるよ。大義が立ったのね。ということで秀吉さんの攻撃が始まる。でも、北条氏もそんなことは、前々から想定していたので。小田原城だけでなく、各市場を強化したり、武器や兵糧を充実させたりしていたよ。市場ってこれだけ？もっとたくさんあるけど、ごちゃごちゃするのでとりあえずこれだけ。ふむ。江戸城も北条氏の市場か。そうだねー。あ、お市場ってなんか聞いたことある。あれでしょ、映画で見た、のぼうの城。うむうむ。お市場には、侍69人、足軽420人。その他、増量一般人を合わせて3000人余りしかいなかったそうだけど。一般人。石田三成さん式、2万3000の豊臣軍に攻撃されて、1ヶ月以上守り抜き。結局、小田原城の方が先に落ちて、それでお市場は降伏となったよ。最後まで落ちなかったのね。それはさておき。たくさんある市場の中でも、北条さんが特に念入りに強化したのは、山中城だよ。豊臣本軍の通り道だもんね。1590年2月に家康さん出陣、3月に入ってすぐ秀吉さん出陣。3月終わりには、山中城への攻撃が始まるけど。何ヶ月粘ったの？山中城は数時間で落ちたよ。ええ。一番強化した市場なのになぜ。兵力が全く違ってたので。そもそも、全体でどれくらいの兵力さ？諸説あるようだけど、豊臣軍21万に対して、北条軍8万余り。そんなに違うのね。山中城の攻撃に当たった豊臣軍は、6万を超えると言われるのに対して、山中城を守る北条軍は4000。それは無理。ということで、豊臣本軍の進撃を、ほとんど止めることはできず、4月から小田原城は完全包囲。おう。ただそこは、日本を代表する難攻不落の小田原城。他のお城にはない、強力なシステムを持っていたよ。強力なシステムとは？総構え。出たな栄光。総構えとは？お城の敷地だけでなく、そのさらに外側、市街地その他の土地まで取り囲んだ、城壁のことだけど。ああ、
大陸には割とよく見られる。コンスタンティノープルみたいな城塞都市。小田原城の場合は、全長9キロもの堀や土塁で、城下町や農地を取り囲んで、総構えの中だけで、生産活動ができるようにしたよ。9キロ。これなら、ただ蓄えておいた兵糧を消費するだけじゃなく、必要なものを総構えの中で生産できるから、籠城しても、長期間粘れるってことね。うむうむ。もはや籠城っていうイメージではないけどね。北条さんは対秀吉戦を想定して、この総構えを作り上げていたよ。それで自信があったのか。そうかもしれない。秀吉さんに対して、勝てはしなくとも、ここ攻め落とすには、とんでもないコストがかかりますよ。ということを伝えられれば、交渉で、少しでも有利な条件を引き出せるかもしれない。秀吉さんの方も、21万人もいるんだから、食料の消費とか馬鹿にならないもんね。長々と戦いたくないよね。うむうむ。たとえ陸海から完全包囲しても、普通にやってたのでは消耗が大きすぎる。ということで秀吉さんは考えた。精神的にも追い詰めよう。なんか秀吉さんお得意の。そこで秀吉さんは、小田原城を見下ろす山の上に、新しくお城を作ったよ。この、石垣山城ってやつ？うむうむ。石垣山城というのは、後の故障だけどね。石垣山一夜城とも呼ばれるよ。秀吉さん、すのまた一夜城だけじゃなかったのね。まあ実際は、80日かけて作ったそうだけど。全然一夜じゃないね。完成してから、周りの木を切り払ったので、突如、姿を現す形となったよ。おお。それが精神的圧迫に？それもあるかもしれないけど。この石垣山城、関東で初めての、総石垣の近世城郭だったよ。総石垣とは？建物や城壁の基礎、すべて石垣で作ったものだよ。それっていかにもお城っぽい作りでは？この当時は最新で、関東では初めてだったんだよ。そんな、小田原の人が知らない、最新技術を用いたお城が、突然目の前に現れたと。ところで、二つのお城、何キロ離れてるの？直線距離で3キロ弱。普通に歩いて1時間かからない距離か。そんな場所に、突如、見たこともないような立派なお城が現れたと。そりゃ北条方は、技術力の差を知って、絶望する人が出てくるかもね。うむうむ。東京に突然 UFO が降りてきたのと近いかも。いやそこまでは。行くかも。そしてここで連日大茶会を開いて、秀吉さんにどれだけ余裕があるか見せつけたよ。実際に余裕があったかどうかは別として、かな。うむうむ。それに加えて、難攻不落の小田原城ではなく、攻めやすい市城の方を片っ端から落として、北条方の絶望感を強めていったよ。それでも市城だけは残ったのね。そだねー。石垣山城が完成した1590年6月には、少し北の八王子城も落とされ、そこからたくさんの支柱が小田原に運ばれ。うわぁ？それを北条方に見せて、さらなる絶望感を煽るのね。そだね。やっぱりこの時代は残酷だな。総構えの工夫で、長期間粘れる体制にあったとしても、決して籠城が楽なわけではないので、心が折れて逃亡したり、裏切ったりする人も増えてくるよ。そりゃそうよね。特に一般の人は仕方ないよね。ということでやっと小田原城城でも結論が出たのか。石垣山城完成の翌月、7月初めに、当主の北条氏直さん自ら、豊臣方の滝川勝利さんの陣所へ投降。自分の命と引き換えに、将兵たちを助けてくれるよう申し出るよ。でもこれを聞いた秀吉さんは、感じ入ったとも言われ。また、氏直さんは、家康さんの婿殿ということもあるので。そういえば徳姫さんの夫だったね。かえって氏直さんの命は助けられ、お父さんの北条氏政さんや、その弟氏輝さん、その他宿老たちが切腹となったよ。おう。学校では、この北条氏降伏で、秀吉さんの天下統一完成。って習った気がする。そだねー。さて氏直さん、この後一旦高野山に入るけど、1591年には早くも秀吉さんに許され、旧織田信勝帝を与えられてるよ。やっぱり気に入られたのね。ただその年のうちに亡くなってしまって。なんなのもう。せっかく穏やかに暮らせると思ったら。でも、いとこが家督を継いで、北条氏は存続できたよ。滅んだわけじゃなかったのね。うむうむ。ということで、ちょっとかまぼこ買ってくる。じゃ。私にも買ってきて。無理か。ま、いいか。ということで、皆様、ご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。ではでは。